中選手の初防衛戦、アマチュアキャリア86戦でプロに転向した正統派のスタイルです。そして挑戦者は、これがタイトル初挑戦になる関西から乗り込んでくる翔野選手。試合のキーポイントは、お互いに得意なカウンター、どちらが先に顔面を捉えるか。竹中チャンプは中盤までの KO 宣言をしています。決戦のゴングは明日です。明日は皆さんの期待に応えるボクシングやりますんで、応援よろしくお願いします。明日は奇跡を起こしますので、よろしくお願いします。